し両方蹴れるんで、自分はオフェンスから見てディフェンスがこっち側に右側にいるときはかわしやすいんですけど、こっち側にいるときの縦とかかわしにくいんですよ。でも左もできるじゃないですか。だから僕がやってるドリブルとかももし活用してもらったらすごい生きると思う。悩みとかあります？自分から相手を動かすのが苦手で、はいはいはい、こういう角度とかできたら動きやすいんですけど、はいはいはい、ロジックを見てもらいます、はい、自分がやってるのは距離と自分との角度っていうのが大事で、距離は低圧力を保つとかすごい得意なので、ディフェンスもオフェンスも人間が距離感とすごい敏感で、近いと上手な人が食べてきたいなっていうのは分かるんですけど、角度がここで喋ってたかここで喋ってたかっていうのはあんまり気にならないんですね。角度に鈍感、距離に敏感、相手としては遅らせたいとか、ここで対決をしたくないとかっていうのがディフェンスってあると思うんですけど、距離に関しては私戦う気ないよっていうような風に見せつつ、角度を変えて勝ってるようなのを作り出せるという形で、パスもらった時点で縦に向けていくっていう、あ、左で行くんですね。左です。すげえ。ナチュラルに出るんですね。そうなってくると縦が来た後に最後シュートまでって一連の流れが全部必要になってくると思うので、そこまで来るまでやりましょう。切り替えタッチって相手が届くのって非常になってるので、斜めに勝負しちゃうとすごい足が速いとか体が強いとかじゃない限り取られてしまう確率が上がってしまうので、この天井があるとしたらここ来ちゃうと取られてしまうので、一回どちらかにこういうような動きが入ってあげたりすると、この動きをするのが足の裏が一番やりやすいんですけど、まっすぐ行ってて一回クッていうのを入れてあげるだけで、上を舐めるときにここの中に入ってしまうと意味がないので、それをやるときにクロスをしてつくことはなくて、そうそう、そうすると戦況が一気に変わる。クッて、そうそう。両利きだよ、すごいね。なんか作業差あります？あります、全然見てるのたくさんあります。今横はできたんで、うん、横にこうジャンプするときに、うん、足の動きってボール運ぶときって二通りしかなくて、軸足リードって軸足が前に行ってる状態のプレーと軸足バックって言って、軸足が後ろにある状態、うん、相手が届かないところは昔バックのが多分いいと思うんですよ。でもスピードに乗れる、近くなった時に蹴り足が前にある状態でやっちゃうと取りやすいですよね。相手の方がすごい遅い選手とか、うん、他のパスを気にしなきゃいけないとかで、ずれてたらそのままのスピードで勝ってるのでいいと思うんですけど、それを抜いたらシュートできますかっていう時は軸足、はい、リードの方が持ってて、ただそれを変える時にさっきの切り替えのあたりにこうグッとって一発で切り替えと、はいはいはい、説明が長かったですね。すぐできましたね。息に吸う強い論で走る動きやるじゃないですか。それに空中にボールが組み込めたら理想だと、縦に一番速い動き、自分が走るのに一番速い最速の動き、次にボールが組み込まれる時の組み込みで、この息について用意度の動きで、息について用意、用意、用意、用意という感じで、いつでも一番最大の一手、最速の一手が受けるような感じで、ちょっと持ちつつ、こう、はいはい。おー、完成です。できた。ちょっと膝を上げていきましょう。力が上から下に足を置くとしたら、真上から力が入ってきますよね。こう、こういう。もうちょっと降りてる途中から、この蹴った足が、そこにつくためには、上から下に蹴るのに、下から上に。はいはい。回りながら回る回る回るをやっていくんですけど、自分がよくやるのは回る回る回る回らない、そう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 、でこの回らないのにこっちの足を早くテンポ持っていくっていうよりかは、
こっちの足で走るような感じなんですよ。走るのって、その軸足の脛骨と上半身が倒れて、平行になれてるんですよ。同じように倒れてる。はいはい。こっちで蹴ることを考えちゃうと、これが下がってくる前に蹴っちゃうので、ギリギリまで待って、この、はい。はいはいはい。そうそう。綺麗にやるよね。うまい。身長反射っていうのを使ってて、筋肉って伸びると縮む姿勢があるので、地面を押す必要ないんですけど、浮いてる状態から体を後ろに押してあげる。身長反射ってこっちだけでやってるから、そうやって、ふっの後にこっちまで行ってるんですよ。つま先から落としましょうっていうイメージじゃなくて、肩骨を前に突き抜きましょう。筋肉のここを意識しちゃうっていうと、違う無駄な部分にも力入っちゃって、そこが意識できなくなってしまったりするので、自然とできた方がいいので、軸足の肩骨を傾けるっていうので、自分が使うのが水たまりがここにありますか。綺麗な靴履いてると、はい、これ水たまり入りたくないって言った時に、そうはいかない。そのイメージです。こういう、はい、めっちゃ汚い水たまりいつもあると思って。水たまりが好きだな。他にも出てくるんですけど、水たまりたち水たまり好きだなと思ってちょいちょい出てくるよね。はい、そう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 、ほら水たまりいいんだよ。はい、承知しました。こうやって見ちゃうと一番近いとここなんですけど、イメージはここも入るんで、ここに入れられるようなイメージで今日ボール進んでるんで、いや軸足もっと前の方がいい。そうですそうです。これをここに置くっていうのは、これをやることで軸足をこう前に置く。ああ、そういうことか。こういう、そう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 。今撮りました。すっごい細かく言うと、かかとついてないですか、軸足の。うん、それはあると思う。うん、かかとから入ってるけど、この近いの近い。かかっていう動きは今の感じです。何回もやってるか。さっきの音で瞬だね。うまい。その最後の決まり手の最後ピストンっていきますけども。この動きが必要なんですけど、切り替えたっていうこの時も、この動きが必要なんです。はい。はい。はい。いいよね。はい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 。で、そこを速くするっていうことは、こっからじゃなくて、このギリギリから動かさないといけないっていうのにつながるんですけど。うん。すごいわ。今のとこ150点で上、右上ファンタジーって呼んでるんですけど右上ファンタジー狙ってるってことですか。はい、右上ファンタジー狙ってる。他なんか考えてることあります？他、なんかキーパーがなんかちょっと前に出たら、はいはい、ロープは考えてます。でもそんなゾーンはゾーンじゃないです。ちょっと緩いかも。キーパーのテープを、はい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 、ここは狙って。でも未来は、未来こっちが調子いいときはまっすぐ、このまままっすぐ、それを狙っていると。ここにボールを運べたら、それと同じ考えなんですけど、こっからシュートを、こういうシュートを打てれば入るっていうのをから逆算してて、そこにちょうど持ってくためのドリブルだと思っているので、縦抜けての右上ファンタジーか左上ファンタジー、今日は右上ファンタジーですね。はい、はい、なのですね、急に数字を言い出そうと思って急に7つが出てもらえてね何歩でシュートを打ってるかっていうので、はい、縦に出します。1,2,3,4,5,6,7と、7でもいいんですけど、スタンダードで5歩
で打てるっていうものを持っておくと、前にスペースがあったら7歩で行ったり、もっとあれば9歩で行ってもいいと思うんですけど、5歩目でも打てるけど7歩にしますっていうのと、7歩でしか打てませんだと、5歩の時にボール蹴れなくなるので、5歩で行けたら、はい、全然違った。そう、意外と動き合えてね。はい、ドリブルして、ここから行って、はい、こういう、うん。バレてる。そこにも来てきて、自分は3と5が多くて、なんか前がこう、ずんずんずん仕掛けてて、相手にスライドされた時とかは7本になっちゃうと、まあ、カバーもそうだし、キーパーとかもそこに移動する時間ができてしまう。5歩でもしてきた。なんかセンスある人嫉妬しちゃうんですよね。ガチガチ系だから、うん、ボール系だから、ね、嫉妬しちゃう。もともと選手だったんですよ、フットサルの、はい、ガチガチだからな、嫉妬しちゃう本当に。真面目系ですか？いや、真面目でもない、不真面目なガチガチ。うるせえな、最低なやつじゃないですか。それをやるには、こっちがついてやるようになってるので、ここに左が入ってると、そのボールを蹴った後のスピード感でいうと、そっちの方で。触らなくていいんですよ。触らなくていい。タイミングがずれなくていい。自分は、こう。ここで。はい。でも、全体の流れでどっちが早くシュートを打てるかって言ったら、こうの方が早い。でも、ボールを蹴った後にディフェンスが次にたどり着かないということを考えると、どっちも良さがあるので、両方できたらディフェンダーとかだと、ちょっとした動きにガーって動いちゃうから行きますけど、その細かい微調整を気づかなかったりすると、そのままスライドになっちゃったりするので、緩急とかは相手が緩急によって騙されてしまうっていうのが一つの効果と、あともう一個は筋肉緊張と緩急って速いとゆっくりっていうので、ゆっくりな時っていうのは力入ってなくて、速くっていう時はグッと力が入って、普通の人は緊張が長くて時間が短い、ガチ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 しちゃう、はい、田中選手はもうすでに逆なんですけど、もっともしかしたら突き詰めれば緊張をもっと少なくして時間を伸ばすっていう、でそれが早くスピードに乗って運んでる時ってどうしても力入っちゃうじゃないですか、はい、スピード上がってるんだけど力は抜いとくっていう、ゆっくりにできるとこゆっくりにしたい、ゆっくりにするときにいいコツにしてるのが胸郭を上げるっていうやつで、息を吸うと骨盤っていうのが下がって、ここにお腹に空気が入って、この胸郭が上がる、で胸郭が上がったものを息吸うと大きく吸う、これをってこうもう一個上げてあげるみたいな、こう、うん、最近呼吸のすごいスペシャリストに聞いたんですけど、呼吸って口で吸ってる、鼻で吸ってるとか言われたりするじゃないですか、呼吸はこの口とか鼻っていうのは入り口であって、穴でしかない、穴でしかなくて、この肺が膨らむことが呼吸、吸う、肺がへこむことを吐く、肺を膨らませてあげるという、膨らませてあげて、さらにもう一個呼吸、膨らませてあげて、イメージで
ていう。左の下で右を上げてあげて、ふーって空間作ってます。イメージ的にはここをちょっとこう上がれる、ここまでだと上がりきれないんでちょっと上げてあげる。で、こっち、あ、そうそれで相手が勝手にそのいつものテンポじゃなくて、今さらにもう一個伸びるんだってなっちゃうと、相手はその間緊張するわけですよ、このグーっていうのが。で、息が続かない、肺が潰れてしまう状態、無呼吸の状態ってずっと動けなくなる、動けないんですよ。グーッとんっていくまでに、ふっって相手はこうなくなるように、空気なくなるまでに動こうとしてるんですけど、うわー、まだなくならない相手ってなると、切れたり、動けなくなる。どこ行かれるんだろう。そうですね、うーってならないと、でそこで感度のいいディフェンダーだったりするとクッていうのにもうこっち動いちゃうんですよ。そしたらクッて動いちゃう。あー、そうそう、膝がガクガクです。こっちを上げるときにこっちを上げてこっちが下がっちゃうと意味がなくて、こっちはもっと上がる、こうこうやってなる。こっちを伸ばすためにこっちを上げたり、で最後の最後にドンってきたら、これを息をちょっと上がってます、ちょっと落とす、まあ、もうちょっと自然に多分つながってくると思うんで、何も考えずにやってるなできるようになってくると思って、プラスで考えなきゃいけないのはキャンセル、そのこれになった時にグッっていう、普通に表面から切る時にちょっとこの時にやってくるとやりやすいとは思いますね。カウンターでもう本当によっぽどの時は周りに入らずにこういう動きをしてもいいんですけど、その場合は軸足リードを見せてあげるといいんですよ。その軸足がこのまま次とか続けるっていうのから、同じ角度を作らないとしても、そういったら、こういう、自分がよくやるのは、ゴールだけを見たら、ここのまっすぐの角度っていけないんですけど、サイドラインが斜めにあるように引いてあげて、ここにこう引くところで、ここに常に引くんですよ。そのまま自分の道に行けばいいから、スピード出すタイミングなくていいんだ。スピード出すためにはそっちに全体的なスピードを上げた、一瞬のスピードを上げて距離があったら、はい、そのまま行く、はいはい、抜くドリブルと運ぶドリブルと守るドリブルが3つがあって、どれかというと運びながら抜くみたいな、こちらの硬いに関してはこういう、これ悪くないんですけど、その軸足とか引いて、こっちの足を引いた状態で引っ張って、こういう、はい、こう引っ張る感じですよね。それを崩すと、ちょっとボールが離れてたんですよ。自分が進めてるのは、これ一回ちょっと引っ張って、頸骨を傾けるっていう。はい。そうです、2つあって、これ傾けた後に、ここに出すことになって、きれい。肩関係にこう、うーん。素早いよね。うん。ちょっとカッ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 カ
反対なんですけど、取りに行く。タッタッタッと飛ぶ。飛んじゃうみたいな。この一回目、次か次の。次が難しいですね。全然違う。練習あるときですね。ポイントが立って、ただ立って。ディフェンスは、セオリー的にはボールとボールを結ぶ線上に自分が立つことになるんで、スライドしたらスライドしただけこうやってなっていくんですよね。ボール自体はここにあるんですけど、ここにボールがあるような力の入れ方になるんですよ。本来ディフェンスはここに対してボールと結ぶ線上にいないと半歩分ずれてるんですよ。そもそも一瞬のスピードがあったりすると、もう半歩分違うだけで抜ける。ただ抜けなかったとしても、いつもと感覚が違う感じにディフェンスないと思う。じゃあそれ修正しよう、ここに動いたりするとここにあるような状態だと思って、そこ行くと今度こっちが何回か見せてくると、角度がこういう寄りになるんですよ。そうなると何がいいかっていうと、カットインに対して普通のディフェンダーだったら、ここに対して斜め前とか横に行けるんですよね。でも縦が怖い、縦にされるとかなると、こうなるから、横行った時に、すごい強い。自分が伝えたいのは、分かってても取れない。まずそれを狙う、分かってても取れないっていうのを出てくると、あれは責任を取って、じゃあそれを使ったカウンターまでできるようになって、あれ、なかなか動い、どっちか動いてくんないなってなっちゃうと、鈍るんだよ、選択肢が。はい、最初はその絶対に自分が作る間合いを持ってく、強制的に持ってく。でここまでいったら私勝っちゃうけどいいのってなったら、次からあ、うん、でまたそっちも見せたらこっちもいけちゃうけどって言ったらそうそう、それでめっちゃオフェンスに意地悪なのが、縦もあります、中もあります。次わざとタイミング合わせて、縦もない、次、っていうタイミングなのに、ふっふっふっ、それ絶対ダメです。これはもう、それは絶対ダメです。すごい。対戦した方がいい。うん。対戦的な。おぉ、うまい、理想を言えば、ちょっと細めに行っちゃったから、あれ、また手でもよかった。縦ね、まっすぐかけて、えぐい。うん、いや、うまい、すげえうまい。ちょっとディフェンス軽いな。軽いね、まあね、うまいんだ。いや、うまいっすよ。うまいんだ。わざと、わざと違うよ、ライトクロス入ってる。完全に恥ずかしい。なんでちょっとね、本当にやらせみたいな抜かれ方してましたよ、うん、いやー、バカうまい。やられた後はやり返す、うん、やられたらやり返しますよね。
外でもいい、中ケアして縦のコースも足伸ばせば取れるなになると、うん、あ、逆に誘い込まれてる。ああ、今のディフェクトしてない。どうだった？分かんない。届かなかった。今届いてなかった。届かなかった。足と足は前に、もう一個触られた。ワンテンポ早く。本当？ちょ、一回ディフェンスやりたい。うん。ちょっと見てみてよ。やりたくないって言ってたけどやりたくなっちゃった。一回やりたい。来た。いや大丈夫。体感した。うわあ、やらせ。普通に超速い。ねえ。マジで速い。これ練習するとタイミング練習する。うん。あとね、そうですね。あと、まああと。縦がすごい、自分とやってても今ちょっと外行ってシュート上手いから修正できたのありましたけど、ああいうのも怖がらずにまっすぐ縦ですね。父の外手追いつかないです。追いつかないです。はい、やってみます。はい、もうあとチャレンジあるのみたいな。最初は失敗するかもしれないですけど、練習で、試合でいい思いしてください。はい、ありがとうございます。続いての質問です、はい。監督にこういうプレーをしてほしいって言われたものは、はい、自分にとって苦手なプレーとか好きじゃないプレーだったとします、はい、その場合そのプレーをしますか？多分します。それはなんでですか？監督が全てを決めるので、監督の戦術の中の一人なんで、それやらなかったら試合出れないと思うんでやります。すごいな。全然あれじゃないですか、ミスらないじゃないですか。本当に苦手なんですか？苦手です。インタビューなんか、なんていうの、なんか考えて喋るっていうか、喋るのが苦手です。えー、本当ですか？話の構成とかがすごい苦手です。自分も苦手です。いつもバカにされます。自分も全然質問と違う答えとか出してたりして、答えになってないんですけどってよく言われます。ありがとうございます、はい。